以前劇団エグザイルさんで全員で公演をやられていると思うんですけど、はい、今後、まあ、今日の今の経験も踏まえて劇団エグザイルさんどんなことを期待できるのかなとかどうなっていくのかなっていうところをじゃあ青柳さんと佐藤さんに。いや僕はいいです。いや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 、まずはちょっと。ああ、そうですね。いやいやいや、いやいやいや、俺何も喋る。でももう、劇団エグザイルの主導権は、すべて前田くんにあるんですよ。確かに。すべての主導権は前田くんに握ってる。今日ずっとそれでいじられてきてるんですよ。前田くんどうしていきますこれから。そうですね。やっぱり今後ね、やっぱ劇団エグザイルこうみんなで揃って活動できる機会が増えてくればいいなというふうに我々も思っております。おー。耳が真っ赤だよ。真っ赤。もうやだ。先輩っていいっすね。こういうの触れるんすね。ガンガン。そうだよ。最高だな。ありがとう。なんもまともな回答。まともな回答してないけど。